すでに価値は見えておる。楽させてもらうよ。マサユキ、キツツキ部隊と合流しておくれ。わしも本隊を率いて進もう。承知しました。されど、親方様は我が軍の要。どうかご自重ください。分かっておる。無茶はせんよ。よしなみ、本陣の守りは任せたよ。命に代えても本陣は守ります。おられるのはこの先だ。多様なところで手間取ってはおられぬ。急げ。みんなうろたえてはなりません。私が食い止めている間に撤退なさい。働きなど自慢にならぬ。開門。高坂様方の進軍を助ける手立てがあるとよいのですが。ここまではたやすい。ここは撤退じゃ。二度の撤退を急がせろ。開門。息などどうでもよい。急ぎ二度を運び出せ。高坂様、親方様は無事でございます。急ぎ前進し、剣心を攻撃してください。策は止められぬ。二田頭を倒すべきだ。見えている。策を突き片付いて、これで敵の物資を積み出しは防ぐ。武田軍は戦線が伸びきっており、本陣を吸収し剣心公の退却を助けよう。させるか。父上に代わって本陣は守り
通してみせる。剣士、不栄を潜ませておった。忍ぶには荷が重いやもしれん。親方様、さすがでございます。信門、吉野部の面倒を見てやっておくれ。森を固められたか。なんと素早い。それでは奇襲の意味がない。
こと火のごとし。さて、決着と参ろうかね、剣心。宿敵、マッチマッチ。恐れ入ります。よくやってくれたね。この勝利が我らの王道を推し進めてくれるよ。正幸、おことの活躍も実に見事。恐れ入ります。おことも疲れておろう。今宵はゆっくり休むがよい。はは。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。
正幸、戻ったか。よくぞ無事で。勝頼様、ただいま戻りました。大層な激戦だったと聞く。まさか信重叔父上や勘助まで。はい。だがお前の働きで父上の危機も避けられたそうだな。お前の読み通り霧が出たそうだが、それもお前の手配りで。正幸、多くの犠牲を見てきたのだな。さような時に先行など褒められても嬉しくあるまい。許せ。滅相もありません。それこそモノノフの本懐であるはず。まさか。この犠牲もまた親方様の王道の礎なれば、我らは一層。無理をするな、正幸。人が死んで悲しいのは当たり前だ。戦が続く限りこのような悲しみは絶えない。父上には一日も早く天下を取っていただかねばな。はい。そうして大切な友が帰ってきて嬉しいのもまた当たり前だ。勝頼様、正幸が華々しい初陣の戦果を挙げた数年後、正幸には二人の息子が誕生した。我が子か。小さいものだな。そしてなんと私がこの手で守ってゆかねばならぬ命だ。たとえこの身に変えても。これそうだな、命を捨てて何を守れるものか。私はこの乱世を、必ず生き抜いてみせる。第2章、盟友。正幸の初陣から8年。武田、北条、今川、この三つの大名家の間には同盟関係が結ばれていた。しかし桶狭間の戦いで今川家が織田家に大敗。それが三国の関係にも暗い影を落とす。折しも武田家では今川派であった信玄の嫡男義信が謀反の疑いで幽閉され、間もなく命を落とす事件が発生。対今川の姿勢をめぐり武田家中は揺れていた。これは正幸さん。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。
また来てください。助けてください。承知した。嬉しい。異常はありません。今川攻めは避けられませんよ、勝頼様。またお見通しか。悩みがあれば勝頼様は私をお尋ねになる。そして今悩みの種といえば他にございますまい。ひどいな。私とてただ友の顔が見たい時もある。それは妨害の幸せけれど、今は違いましょう。義信様のことをお考えで。今川の姫を妻に持つ兄上は今川攻めに当然反対だった。それを疎んだ父上が義信様に謀反の罪を着せて死なせた。そうお考えですか。バカな。父上は誰よりお悲しみだ。さようなことがあるはず。同感です。親方様の決意はさようなことで左右されるはずがない。正幸、どんな悲しみも親方様の歩みを止められない。ならば勝頼様の務めはそんな親方様をお支えすること。さように惑うばかりで何となさいます。そうか、そうかもしれないな。跡取りなどになるとそうして叱ってくれる者も少なくなった。礼を言う、正幸。何の無礼打ちかとヒヤヒヤしておりましたぞだが苦しい戦になるのは間違いあるまい。兄上や虎正らを失った痛手は大きい。なればこそ策のふるいがいがあるというもの。お前は全く
頼りにしている。はは。父上の王道がなればかような思いをすることもないのだろうな。Thank you.